まあ、平塚君、あなたはですね、まあ、2019年の12月24日、おそらく、な、四街道かなんかの話で、まだ N 国党とこうやってた時じゃない？だからその時に、ね、失敗小僧とか、篠原先生とか、こういう人たちから何を学んだのかっていう話なんですよね。ね。それを一本動画に撮りたいと思います。本日、令和4年の1月7日金曜日、国民主権と平塚正幸の嫌疑が分かったかも、その4。NHK 党の事務所、ガソリン代、撃退シール輸送費、立花孝志 VS 古瀬光晴こと篠原丈一郎、かっこ失敗小僧から何を学んだのか、はてな、っていうタイトルでお送りします。まあ、この当時ですね、これは、私はですね、やられてないだけだと思いますけれども、まあ、この動画を見ていたので、なんていうか、今、国民主権党の平塚君をですね、刑事告発検討してますけれども、その検討しているやつの一つにこれが入ってます。全く同じなんですよね。全く同じ。そして、旧 N 国党に属していた国民主権党の平塚正幸君が、この話をね、全く興味なかったのか、これだいぶいろんな人を YouTuber 取り上げてますよ。篠原先生が取り上げた後に、失敗小僧さんなんか、大学の図書館かなんかに行ってこう勉強しちゃったりしてね。で、私もですね、もう知らなかった。だから一般の企業の会計とか、まあそういうものと全然違うわけですよ。その政治資金のね。それが篠原先生のその解説によってようやく分かったわけですよ。私なんかはね。だから、立花先生が、なんとかね、NHK で不正経理ね、グランドピアノの不正経理をしていた、その経理とは全く違う概念で会計をしないといけないわけ。政治資金規正法上の会計っていうのはね。だから、私は代表者と会計責任者が一緒っていうのはこれ異常なわけです。ね。だって、すべてやんないといけないんだよ。ガソリン代から入ってきますからねっていう話ね。ね、まあ、ガソリン代でいけば、平塚君のこのやつに支出として全くないわけですよ。ね。で、立花先生のやつにもないわけです。で、それに対して、篠原先生が何て言ってるかというと、ガソリン代っていうのは、じゃあ、どうやって車を走らせたんですかっていう話になるわけ。物理的にね。物理的にどうやって車を走らせたんですかって話になるわけ、ガソリンね。だから、これ多くのその会計責任者がやられてきてるわけ、このガソリン代の件に関してね。ガソリン代の件に関して、いろいろやられてきてるわけ。やられてきてるっていうのは有罪になってきてるってことね。だから、そのガソリン代っていうのは、それね、自分の持ち出しでやったんだったら、それ政治資金規正報告書の収支報告書のここに入ってこないといけないの。支出じゃないんです。収入に入らないといけないわけ。じゃあ、平塚君たちが2020年の、まあ、発足から、2020年の、12月31日までのこのマスク外せとかね、ワクチン反対はその時言ってたかわかんないけど、今年になってからかもしれないけど、そのマスク外せとか、新型コロナただの風邪とかっていう、渋谷で何十回ってやったでしょ？そのやったやつのガソリン代って何ですかって。ね、個人でも政治活動はできるよ。それは失敗小僧さんが言ってた通りに、個人でも政治活動ってできるけど、その時には個人の名前でやらないといけないわけ。だから渋谷で、国民主権党っていうのぼりを立ててやってる政治活動ね、何十回も皆さんが目にしてきた、いろんな YouTuber が、言った、渋谷での繰り広げられたやつっていうのは、国民主権党という、そういう団体名を出してやってるから、その人たちが活動している活動費が、その人個人の負担であれば、例えば太鼓は誰かが買って持ってきたんであれば、その買ったお金とか、そこまで運んだお金っていうのは寄付に入らないといけないの。わかります？ 寄付に入らないといけないの。で、政治活動の支出に入らないといけないのは、それ団体として拠出した場合ね。団体として拠出した場合、普通だったら団体として拠出するんだけど、そのね、ガソリン代とか、事務所維持費とかね。で、事務所維持費が100歩譲って、このね、支出の総評の中に入ってこなくてもいいんですよ。立花先生のやつだって入ってきてないでしょ？で、入ってきてないのはいいんだけど、入ってきてない時は事務所をね、誰かが寄付したってことだから。だから、その事務所の、なんつうか、借用金と、借用金っていうのか
家賃か。家賃と同じだけの額を誰かが寄付したんですねって書かないといけないの。で、それみんな書いてるかってちゃんと書いてるからね。ちゃんと書いてるから、代表者と会計責任者が違うような政治団体の収支報告書見てくださいよ。で、コートだったら NHK 党以外全部それですから、それ見てください。入ってますから、ちゃんとね。で、ガソリン代だったらガソリン代ちゃんとやらないといけないわけね。それをすべて掌握して、宣言するのが会計責任者でしょ？だからこれ平塚正幸くんが、そういうありませんっつってんのに、ガソリン代とか松戸の事務所の費用とかね、入ってないのが変。で、支出に入ってないんだったら個人が負担して貸し出してるってことでしょ？イコール寄付じゃん。政治団体に対する寄付じゃんでしょ？で、これ、ブリーフね、黒のブリーフに関しては、もっとやばいわけ。政治団体を立ち上げる前のやつだから、もっとやばいの。今もしかすると埼玉県警にある。もしかしたら千葉県警なのかもしれないし、他のとこかもしれないけどね。わかんないけど、平塚くんが言うには埼玉県警が持ってったわけでしょ。平塚くんの会計、国民主権党という政治団体の会計責任者のパソコンを持ってったわけね。だから今これ会計業務止まってると。もしくは会計責任者の補佐ね。補佐。誰かわかんないけど、補佐が今やってるかもしれないけど、考えられない。私はね。まあやってたとしてもいいんだけど、その大事なパソコン、そのパソコン自体だって、どこに入ってるんですかって話。で、これ入ってなければ、そもそも政治団体を立ち上げる前の、個人の持ち物ですよね。それを政治活動に使ってましたよねってことね。今、押収されているパソコンが、そもそも、ここに入ってないと変だからねって。わかります？それ、前買った、自分がね、平塚くんが前に、例えば、プールのインストラクターを、水泳のインストラクターをやって、買ったやつを、今、政治活動に使ってますっていう言い訳をした瞬間に、お生です。カチャン！手錠カチャンってかかっちゃいます。それなぜかって言ったら、じゃあそれを、この寄付、ここに書かないといけないから。わかります？今使っている政治活動のその物品やら何やらが寄付として計上 しておかないといけない。だから私は篠原先生の解説を見た時に超めんどくせえと思った記憶があるんですよね。それを一体 それをなんか勘違いして解説してたのが失敗小僧で、まあ、それをまあ自分の、なんていうかこう、そういうふうに考えますよっていうふうに言ってたのが失敗小僧だからまあいいとして、で私もその時知らなかったからね。で、知らなかったから、あ、そういう考え方があるんだって思ったけど、私だってその時から2年ぐらい経って、こう、いろいろ勉強してきたら、わかるわけですよ。だから、あの太鼓叩いてる、ブッダ太鼓、叩いてる太鼓が、誰の寄付なのか、もしくは国民主権党という団体が拠出したんであれば、その500万かなんか集めたやつから拠出したんだって、としたならば、この中に入ってないといけないですね。で、大きいものだったらハイエース2台でしょ？ハイエース2台どうしてるんですかっていう話。ハイエースのガソリン代どうしてるんですかっていう話ね。はい、以上です。